真庭消防署からお知らせです。春の火災予防運動が3月1日から3月7日まで実施されます。火災を防ぐためには消防署の力だけでなく市民一人一人の対策が大切です。ご家族の命と財産を守るためにこの火災予防運動をきっかけに今一度ご自宅の防火対策について見直しましょう。これから住宅火災を防ぐポイントを3つ紹介します。1つ目はタバコの火に気をつけること。全国の火災の原因で一番多いのはタバコです。寝タバコは避け、タバコの火が確実に消えたことを確認して捨てましょう。2つ目はストーブの周りに物を置かないようにすること。特にストーブの上に洗濯物を干すのはとても危険です。また電気ストーブでも火災になることがあるので注意しましょう。3つ目はガスコンロ、IH コンロを離れるとき必ず火を消すようにしましょう。古いコンロには安全装置がついていないものがあります。安全装置のついた新しいコンロに買い替えることをお勧めします。次に住宅用火災警報器について説明します。住宅用火災警報器とは煙や熱を感じ取り火災を音で知らせてくれる機器です。なぜ必要なのかというと火災の逃げ遅れによる死者をなくすためです。火災予防条例で全ての住宅に設置が義務化されています。設置場所ですが寝る部屋に煙式を設置します。また2階に寝る部屋がある場合は階段の2階部分に設置します。ホームセンターや電気屋で購入できますのでまだ設置してないご家庭は早く設置するようにお願いします。また設置から10年過ぎると電池がなくなる可能性があります。定期的に作動確認をし設置から10年を過ぎたら本体の買い替えをお願いします。総務省消防庁の統計によると住宅用火災警報器を設置している場合は設置していない場合に比べ死者の発生はおおむね3分の2に損害はおおむね半減するとの結果が出ています。真庭市においても住宅用火災警報器により命が助かった火災が昨年は3件ありました。命を守るためにも住宅用火災警報器の設置と買い替えをお願いします。最後に昨年真庭消防署の管内では26件の火事が起こっています。その原因のうち一番多いのは草焼きです。草焼きをする場合は周りに燃え移らないよう十分に注意し消火の準備と真庭消防署または各文書への連絡をお願いします。また風の強い日は行わないようにしてください。真庭消防署からのお知らせは以上になります。火災予防へのご協力をよろしくお願いします。